さあ、今度こそ逃げ場はないぜ。おとなしくアクアニウムを渡しな。勘違いしてんなよ。ぞろぞろお供がいなきゃお前なんか敵じゃねえ。数で有利だから強気になるなんてクソだせえぞ悪魔君。ロイ。誰がダサいだこの野郎。ロムヤ。さあ始めようか。赤い魔物くん。あのエンジン。軽量化のせいか耐久性は低そうね。攻撃して減速させられないかな。おいおい、まだまだこっからだぜ。キャバーバーディ避けてみろ。ほっか。俺と速さで勝負するのが怖くなったか。行ってこい王子。避けてみろ。そんなメカで追いつけると思うな。王子、敵の行動を予測するんだ。王子、コーナーです。コーナーで追いつくのですぞ。まだ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 。俺と速さで勝負するのが怖くなったか。
なめかれ追いつけると思うな。やるねえ。手打つんだ。火炎瓶を嫌え。燃えろ。そんな目から追いつけると思うな。やっぱりついてこれねえか。そんな目から追いつけると思うな。そんな目かれ追いつけると思うな。えい。ちょっとね。そんな目かれ追いつけると思うな。おいおい、まだまだこっからだぜ。クロアの動きに惑わされないで。やるじゃないか、魔物くん。その強さ、魔物じゃなけりゃクロア隊に欲しいくらいだ。冗談じゃねえって。避けてみろ。俺と速さで勝負するのが怖くなってか。勝負するのが怖くなってか。こいつは効くぜ。避けてみろ。俺と速さで勝負するのが怖くなってか。狙って撃つんだ。やっぱりついてこれねえか。そんな目から追いつけると思うな。よく狙って撃つんだ。避けてみろ。やっぱりついてこれねえか。動きに惑わされないで。俺と速さで勝負。
勝負するのが怖くなったか。燃えろ。おいおい、まだまだこっからだぜ。そんなメカで追いつけると思うな。キザな人間などに負けんでくだされ。そんな目から追いつけると思うな。避けてみろ。
勝負するのが怖くなったか。避けてみろ。なかなか早いじゃん。勝負するのが怖くなったか。まだまだ、まだまだ。避けてみろ。いいぞ王子、もう少しだ。いいぞ王子、もう少しだ。これと速さで勝負するのが怖くなったか。おいおい、まだまだこっからだぜ。そんな汚な人間などに負けんでくだされ。勝負するのが怖くなったが、やっぱりついてこれねえか。ぬぬ、しまっ。なぜ俺を。Je l'ai eu。Non, j'y croyais pas, lol. Trop fort. Oi, oi. Mamono が人助けなんて悪い冗談だぜ。ああそうか、とどめは自分の手で誘ってんだな。いいぜ、お前にはその権利がある。ベルゼはそんなことしないよ。悪魔に操られてるってわけじゃなさそうだな。どうも、
俺が聞いてる魔物ってのとは違うらしい。とりあえず今日は乾杯だ。だが次はこうはいかないぜ。何回やっても同じだっての。将軍一人一人の力量が国王軍とは比べ物にならん。対抗できるのはアレ将軍くらいだろう。手強いぞフォレストランド軍は。大したことねえよ。
あのさ、ベルゼ。あ？ベルゼって私のおじさんなんだよね。おじさんはやめろ。おじさんでいいではないですか。シーフはアンのことアン様って呼べよ。姉ちゃんの子なんだからな。確かにそうですけど、今さらそれは。こそばゆくなるからやめて。これまで通りでいいよ。そうか。じゃあ遠慮なく。それでおっさん、いつフォレストランドに行く？すぐにでもと言いたいが、サンドランドでやり残したことがある。やり残したことって？話はスピノ町に戻ってからにしよう。すまんが、少し休みたい。
結構無茶したもんね。主に君がな。そうだっけ？若者にはこの程度の冒険は答えないか。俺とシーフの方が年上だけどちっとも疲れてねえぞ。あんたたちは特別すぎるの。岩山の間を通るときは迷わないようにな。曲がりくねった道では方向感覚も失いやすい。ふう。安心して休める場所というのはありがたいものだな。で、やり残したことってなんだ？フォレストランドに乗り込む前に、サンドランド国内のアクアニウムを回収しておきたい。他にもアクアニウムがあるの？
おそらくとしか言えんがな。どういうことだよ。サンドランドには旧大戦で使われた戦艦が2隻ある。1隻はルジバ戦艦、そしてもう1隻がメリック戦艦だ。なるほど、戦艦の動力として使われたアクアニウムが残っているわけか。その可能性はあると思う。これまでの動きを見る限り、フォレストランド軍はアクアニウムの場所を正確に掴んでいる。北東の果てにあるメリック戦艦までたどり着いているかはわからんが、不安の芽は早めに摘んでおきたい。あれ将軍に伝えて国王軍に任せられないの？もちろんアレには伝えるが、私たちが動いた方が早い。俺たちの方が強いしな。そういえば国王軍の警備隊が負けてたんだっけ。わかった、おじさんたちはアクアニウムを取りに行って。私はいつでも出発できるように残って準備しておくから。そうしてくれると助かる。今手元にあるアクアニウムはどうするんじゃ。持ち歩いていたらまた奴らに追いかけられるかもしれんぞ。確かに、しかし隠しておける場所に心当たりなどないぞ。それなら東亜町長に聞いてみたらいいんじゃない。
そうだな。そうしてみよう。なあ、おっさん。絶対に見つからない宝物の隠し場所知らないか？宝の隠し場所？ヒュート宝探しゲームでもするのか？いや、大人同士のくだらない遊びだ。何を隠すつもりだ？あなたは知らない方がいい。そうか、よほどのものらしいな。それなら西の隠し部屋がよかろう。地図を書いてやる。反乱軍時代に貴重な銃器などを隠していた場所だ。まず見つかることはない。それは心強い。隠しに行くのは私に任せて。みんなは先を急ぐでしょ。お前一人で大丈夫かよ。めいっ子のことが心配？うるせえ、そんなんじゃねえよ。めいっ子？うん、こっちの話。とにかく隠すのは私に任せて。いってらっしゃい。たくあんなやつ、おじさんとかめいっ子とかなんなんだよ。そう言ってやるな。10年両親と離れ離れなんだ。身近に血縁者がいると分かって嬉しくて仕方ないんだろう。ふーん、そんなもんかね。うん。時よりも街が賑やかになった。そうだ、ちょっと面白いものが手に入ったからお前にも分けてやるぞ。
いものを見つけたら持ってきてくれよ。俺もいいもの用意しておくからさ。やあやあ、この前来た。珍しいものを見つけたら持ってきてくれよ。俺もいいもの用意しておくからさ。君たちの言った通り、温かく迎えてもらえたよ。何ができるのかわからないけど、スピノ町のために頑張って働くよ。ありがとうございました。やあ、何かしていく？行ってらっしゃい。こちらラオ、アレ将軍聞こえるか？こちらアレ、何かありましたか？これからアクアニウムを探しにメリック戦艦へ行こうと思う。するつもりでした。手が回らず気を揉んでいたところです。国王から命令書にサインをもらい次第隊を合流させますので、それまでよろしく頼みます。了解した。
彼は何をしておるんじゃ。そう言ってやるな。これまでゼウが掌握していた軍を再編しながらの対処なんだ。それもどうしようもない国王の下でな。お前さん、元軍人だからってあれに甘くないか。彼一人に全てを背負わせるのは酷だろう。一国民としてできるだけのことはやるさ。たまには装備などを見直してみるといい。いつの間にか手に入れていたものが使えることもあるでしょうな。わかった。そのうち見てみるよ。王子、次はわしに乗り物を操縦させてくだされ。じゃんけんで勝ったらな。言いましたな。行きますぞ。じゃんけんポン。イエーイ、俺の勝ち。次こそは。サンドランドって結構いろんな生き物がいるよな。危険な生き物は勘弁してもらいたいですな。無害な生き物も多いぞ。この過酷な環境で粘り強く生きている。人間も弱っちいくせになかなかしぶといからな。ありがとうございました。たまには装備などを見直してみるといい。いつの間にか手に入れていた。大したことないぞ。ジャンプできる乗り物でもあれば届きそうだな。
者だよな。他人のために水源を探すなんてさ。そんな綺麗事じゃない。助け合わなければ生きていけないだけだ。そんなもんか。里を出るとき許可をもらっていたが、里を出るのは禁止されているのかね。そういうわけじゃないさ。俺たちの前にも旅に出たやつはいるぜ。伝説の漫画を探しに行ったものや究極のゲームを探しに行ったもの。旅を続けてればどこかで会えるかもな。砂漠の夜はかなり寒い。防寒の備えも怠らないことだ。俺たち魔物は多少なら大丈夫さ。人間こそ弱いんだから気をつけろよ。確かに。どうも。なんだ。ありがとうございました。おう、なんだ。どうも。よっ。ほっ。
広い道を進んでいると行商人に会えるだろう。彼らはサンドランド中を旅しながら行商で生活している。俺たちと同じように旅してるのか？見かけたら話しかけてみるかな。どうする？そうだな、まずは相手をよく観察するだろう。動きや弱点を見極めれば効果的に攻めることができる。観察ね。今度試してみるか。
だここ、メカがたくさんあるぞ。北欧軍で使用していたメカを廃棄するための場所だ。軍は捨てておるのか。ああ、王の都や騎士に置いておくわけにはいかないからな。北欧軍のメカなら廃棄品でもいいものがあるんじゃないか。ジャンカーたちのゴミよりはいいものが眠っているかもしれんな。だよ、よし、一丁上がり。廃棄場を国王軍が警備してんだ。ジャンカーや近くの村の者にとって価値があると気づいたのだ。その者たちに売りつけるために管理を始めたのだろう。なんともせこい奴らじゃな。ジャンク品が捨てられておるな。国王軍が廃棄品をここに捨てているんだ。うりゃっ、うん、キャッ、まだ戦うぞ。じゃあ使えるものがあれば持っていき放題なんだな。こんな廃棄場を国王軍が警備してんだ。ジャンカーや近くの村の者にとって価値があると気づいたのだ。その者たちに売りつけるために管理を始めたのだろう。なんともせこい奴らじゃな。この場所に廃棄されたメカなどを近くの村の者が取りに来ることがある。国王軍からしたらゴミでも価値は人それぞれなのじゃな。ほっ、よっ、よっしゃ。
っか。さ、なんでこんな廃棄場を国王軍が警備してんだ。ジャンカーや近くの村の者にとって価値があると気づいたのだ。その者たちに売りつけるために管理を始めたのだろう。なんともせこい奴らじゃな。やらジャンク品が捨てられておるな。国王軍が廃棄品をここに捨てているんだ。じゃあ、あれば持って行き放題なんだな。ほっと。夜はかなり寒い。防寒の備えも怠らないことだ。俺たち魔物は多少なら大丈夫さ。人間こそ弱いんだから気をつけろよ。危ないのは人間の方か。十分気をつけろ。広いですな。乗り物がなかったらと思うとゾッとしますぞ。昔はもっと広かったのに乗り物なかったけどな。
文明が世界を狭くしたのだ。俺たち以外にも旅してるやつがいるんだな。彼らが利用している野営地には立ち寄っておくといい。旅人全員が共用で使えるキャンプだ。それは便利だな。壊れてるみたいだな。素材があれば直せそうだな。周りの情報が分かるな。答えてくれよ。これが人間たちが住む城か。生意気な大きさだな。人々が暮らす建物が城を取り囲む形で大きな城下町となっているんだ。もしシーフが迷子になったら面白い土産話になるな。王子たちこそ迷子にならぬよう気をつけてくだされよ。どんな状況でも冷静さは必要だ。冷静であれば強敵にでも勝機を見出せる。俺はいつだって落ち着いてるぜ。なんたって悪魔の王子だからな。
には立ち止まって周りを眺めてみるのもいいぞ。新たな発見があるかもしれん。お宝も見つけられると一石二鳥じゃな。魔物たちは普段何をしているんだ？聞いてビビるなよ。人間たちが通りそうな場所に落とし穴を掘ったり、チーフなんてこの前漫画を盗んできたんだぜ。いや、あの時はハラハラしましたぞ。どうだ、悪だろ？結構いろんな生き物がいるよな。危険な生き物は勘弁してもらいたいですな。無害な生き物も多いぞ。この過酷な環境で粘り強く生きている。人間も弱っちいくせになかなかしぶといからな。敵と出会った時は逃げるのも一つの戦略だぞ。俺にかなうやつなんているもんか。かもしれんが、万が一に備えて覚えておくといい。わかったよ、覚えとく。あるだなんて。
ヤの跡があるだろう。前にここを走った者たちの足跡だ。跡をたどれば村や町に続いていたりする。踏み固められた分車もわずかに速度が上がる。王子、次はわしに乗り物を操縦させてくだされ。じゃんけんで勝ったらな。言いましたな。行きますぞ。じゃんけんポン。イエーイ、俺の勝ち。次こそは。俺たち以外にも旅してる奴がいるんだな。彼らが利用している野営地には立ち寄っておくといい。旅人全員が共用で使えるキャンプだ。それは便利だな。ほっと。もし敵に突然襲われたら慌てず距離を取るといい。そしてそのまま逃げて。迂闊に逃げると背後を狙われる。状況を冷静に見極めるんだ。そういうの苦手だ。今は行けない場所もいずれは行けるようになるかもしれん。思い出したら戻ってみるか。見えたぞ。あれがメリック戦艦だ。これまたバカみたいに巨大じゃな。あれもピッチ人が作ったんだよな。そうだ。ピッチ人の技術力には驚かされるばかりだ。他のパンサーじゃ。素早い動きに気をつけてくだされ。
かすぞ。見えたぞ。あれがメリック戦艦だ。これまたバカみたいに巨大じゃな。あれもピッチ陣が作ったんだよな。そうだ、ピッチ陣の技術力には驚かされるばかりだ。サンドランドって結構いろんな生き物がいるよな。危険な生き物は勘弁してもらいたいですな。無害な生き物も多いぞ。この過酷な環境で粘り強く生きている。人間も弱っちいくせに壊れてるみたいだな。素材がある。よし、これで周りの情報がわかるな。よっしゃ。旅してる奴がいるんだな。彼らが利用している野営地には立ち寄っておくといい。旅人全員が共用で使えるキャンプだ。それは便利だな。大型のパンサーじゃ。素早い動きに気をつけてくだされ。
たちってどうやって生活してるんだ？作る、育てる、狩る、売る、いろいろだ。奪うというけしからん輩もいるがな。ことではないが、国王軍からなら構やしないさ。装備などを見直してみるといい。いつの間にか手に入れていたものが使えることもあるでしょうな。分かった。そのうち見てみるよ。先回りしてたりせんじゃろうな。あり得ることだ。警戒し、いいね。ありがとうございました。どうも。いや、ありがとうございました。ええ。
しゃい。ほっ。よっ。ほっ。よっ。ほっ。ほっ。よっ。ほっ。んしゃい。いいね。なあ、強い敵に出会った時、おっさん。いや。こっちの戦艦も中はボロボロだな。奥に進むには下に降りないといけないようだ。足を滑らせないように慎重に進もう。
ほっか。こいつらもいるよな。とっとと倒して先に進むぞ。いや、そこの床が怪しい。ジャンプメカで思いっきり踏みつけたら崩れるのではないですか。
しゃ。相変わらずでかいな。アクアニウムは最上階だろう。上を目指さなければ。このエレベーター壊れてんのか。飛び越えていくしかないな。
そうだな。どんどん登るぞ。
っしゃ。ほっとら。ほっとら。
退避。スイマーズ。お前たちなぜここに。こっちのセリフだ。なんでお前らがいるんだよ。そうか、お前たち盗み聞きしていたな。先回りしてアクアニウムを手に入れようという魂胆だったか。そうだとも。だが諦めた。あんなのが守ってるなんて聞いてなかったからな。開き直って逃げやがった。放っておけ。それより気をつけろ。スイマーズが手を出せないほどのものが待ち構えているらしい。スイマーズじゃ歯が立たねえな。こいつも攻撃してくんのかよ。あっちこっちで忙しいメカですな。先に面倒なタレットから動けなくしてやれ。通ってますぞ。
調子だ。王子、その床を踏んでいるとメカの耐久値が減少していくぞ。電気が流れていない場所を探すんだ。
通ってますぞ。そのまま滑ろう。その調子だ。油断するなよ、王子。その調子だ。Au revoir, merci.